れるということを皆さんと確認したいんです。大先輩が、中野と俊智さん、ラッキーセブンセブン、77歳と何ヶ月でしたでしょうか。私は10歳下の67歳ということで、頑張りますよという字をまず冒頭に表明したいと思います。さて、先ほどから話がありますように、まさに、私たちを守ってくれるはずの、ある意味税金を取って仕事をしている権力のそのポストにいる人たちが私たちを弾圧するようなその状態は絶対に許すことはできません。皆さんと一緒に抗議をしてまいりたいと思います。今日は先ほどからお話がありますように、大先輩お二人は国会の方で、海部と向き合って頑張っています。私たちは玉木玲美さん、中田さん一緒に今日は午後4時から、海部の代表者が会ってくれたらよろしいんですけれども、どなたが会ってくれるか分かりませんが、とにかく今の状態は絶対に許せないということで、抗議に参りたいと思います。今安倍政権は世界中を回って私たちの税金を使っていろんなことをしていますけれども、それがプラスに働くかマイナスに働くか分からない状態です。むしろマイナスに働くような状況ではないかと思います。外交に対してもそういう状況ですが、国内に対してもっとひどいと思います。もう皆さんご存知の通り、今安倍政権の目玉の一つである地方創生のために各地域を回って国はいろんな調査をしていますけれども、沖縄には来ませんし、沖縄のまず私たちが自立をしていこうというところをまさに潰すような状況です。基地はいらないというのはもうこれは去る県知事選挙でも県知事は最大の目玉にしていました。基地こそ沖縄経済の阻害要因だというふうに言っておりまして、まさに基地はこれから先展開していくことが最大の沖縄の経済自立につながることではないでしょうか。皆さん、まさにそのことを沖縄の観光の目玉である海を潰して、さらには世界の高場であるサンゴを潰して、まさしくこれが今の安倍政権が言っていることと逆行していることです。で、最大の逆行は県民の意思を無視していることです。何度知事が出かけていっても会ってくれない一国の総理というのは完全に沖縄を切り離している、そのことを私たちはしっかりと自覚をして戦っていきたいと思っています。小長知事は、4日前でしたでしょうか、知事の激励会の時にお話をされていましたが、試されているのは県民だと、もちろん知事も自分のことを含めてそういうふうに、皆さんと共有したいと言ってました。というのは今こそ正念場だということです。屈することなく201日目を迎えましたこのシュワブ前のゲートというのも、山城博司さんはじめ足富さんはじめ、本当にここに集っている多くの皆さんの思いがまさに県民に大きく励ましと、そしてアピール行動を呼びかけていることだというふうに自信を持って、皆さんと一緒に戦っていきたいと思っています。いよいよ25日、8時前の集会でも話をしましたけれども、この運動とこうするように東京でも官邸を囲んでの大集会がございます。昨日も申し上げましたけれども、まさに辺野古ブルー青い服を着て大結集をしましょうという呼びかけもあります。それをぜひ大成功させるためにも頑張っていきたいと思っています。そして次の日は26日から国会は通常国会が始まりますけれども、おそらくですね、防衛大臣も外務大臣ももちろん総理大臣もこの辺野古で起きていること、先ほどの影山さんに対するああいうふうな行為も完全に無視して、いや粛々と工事は進めますというふうなことしか言わないと思います。答えは分かっていますけれども、私は同じ委員会の中にいる違う県の方から選出された国会議員にしっかりとアピールをして、こんなことが起こっている、これが許されることかということをみんなに伝えて、もっともっと運動の輪を国会の中でも広げていきたいと思っています。共に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
十勝健康参議院議員です。お話になりますように、今日国会議員団4時から海上保安庁十勝管区大、本部に、出向いて抗議要請を行う予定になっております。憲法にも出ているとおりです。そして県民会議、労働団体平和団体で作る県民会議は12時から十勝管区本部広場で抗議集会を行う予定になっております。どうぞ議員の皆さんも、時間が許す限り、参加いただければありがたいというふうにも思います。12時の我々の県民会議の集会、そして4時からの国会議員団の抗議要請、相次いでの十勝管区本部への、波状攻撃をかけて奴らの暴力を絶対許さない、怒りの声を上げてまいりましょう。皆さんよろしくお願いいたします。それでは玉城デビュー衆議院です。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。先ほど小野慶子参議院議員がありました通り、今日は、12時から在住時間と海上保安本部前で、抗議集会、抗議デモが行われ、我々は、4時から担当者と、面談を申し入れております。新聞でも紹介されておりました照屋監督衆議院議員が昨日居室にこの担当者を呼んで、この暴力的な行為、県民の弾圧行為、人権を踏みにじるようなやり方は決して認められないと、皆さんはどちらの味方なのかというふうなことをしっかりと問いただしたということで、それについては、先ほど影山監督が答えていらっしゃったようなことを繰り返しているわけですね。しかし皆さん、改めて私は昨日海上保安庁第11管区海上保安本部のホームページを見てみました。皆さんもぜひ覗いてみてください。そこに何が書いているか、海の安全を守る、人の命を守ると書いてあるんです。何も不条理があってこういうバカげた現状があるのかということを彼らにもう一度言ってください。皆さんは皆さんのホームページに書いてあることが何であるか分かってるのかと。同じことはこの警備に当たっている警察の皆さんも同じようなことなんです。安倍政権は外向けに対しては非常に聞こえのいいことを言っています。しかし内側に対しての政権のやり方がまさに今現場で行われていることと同じ状況です。だから私たちはひるむことなく、臆することなく、堂々とその正論をしっかりと伝えていきましょう。我にこそ正論はあります。テーマは正論に信念と勇気を与える。これは実は玉城デニーの座右の銘です。お天道様は見ているという言葉があります。マットバー系から上野南黒アチッサといううちのあの言葉があります。まっすぐ歩いていけば必ず道は開けるということです。だから我々がやっていること、取っていることは憲法で保障されている報道の自由、人権の尊重、そういうことに基づいてやっているということを改めて我々の力にしっかり確認していきたい。昨日ホームページを覗いて海上保安庁の皆さんにもう一回胸に手を当てて、あるいはサングラスを取って自分の顔をまじまじと鏡で見てもらうと、そういう私たちのこの熱い気持ちでしっかり屈せず臆することなく堂々と国民に訴えていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、玉城デニー衆議院議員です。ありがとうございます。今参加の議員団のカウントをさせてもらっていただいておりますが、昨日は最終的に55人の参加をいただいたそうです。凄まじい参加に改めて驚愕をしながら驚きを持って皆様の取り組みに敬意を表明したいです。今日現在、今、8時24分現在48名の参加を数えています。やがて50名になろうとしています。連日力強い行動についていることにまず感謝を申し上げたいと思います。それでは引き続き中里俊信衆議院議員にご挨拶を賜ります。よろしくお願いします。皆さん、国産で眠そうなり寒い中を、ご苦労様でございます。今日は実は皆さんに初めて公表いたしますけれども、私は微力ながら一人じゃ何もできんもんだから、皆さんと
相談をしながらこれまでいろいろやってまいりました。第1回目は国内の皆さんと一緒になって新聞広告を出しました。64名の皆さんの賛同を得て一口1万円ということで、ざっと94万円のお金ができましたんで、新報タイムス日にちを忘れましたが、そこにも出しました。そして10月の29日ですか、知事選の前です。いわゆるあの沖縄の原爆書、これを何としても全国に届けたい。そのためには著名な皆さんの力をお借りしなくちゃいかない、こういうことで、私と国内の桜井古利俊元学長、そしてジャーナリストの由井明子さん、そして琉球大学の名誉教授の八尾曽健二さん、そして奥様の雅子さん、この5名の連名によりまして、特に事務局の八尾曽総裁の方が中心になってやってもらいましたけれども、全国の470名余りの著名な方々にその原爆書の内容と、そして沖縄の抱えている問題を提起をいたしまして、皆さんにハガキでもって送りまして、そのコメントをいただいております。その結果、今月の20日までに約14名の皆さんから返事をいただいております。今日ここに持ってきておりますけれども、皆さんお一人以外は全員皆さんのこの頑張りに表明をし、あるいは一緒に頑張りましょうという言葉をいただいております。その中には皆さんご承知の宮崎駿、いわゆるノーベル学者、あの方からも温かい言葉をいただいております。元東大副学長とかいろんな方々からいただいております。そこでついでですので、この文章の一部を皆さんにご報告を申し上げたいと思っております。これが私の仕事だと思っているものですから、この文章をですね、また県知事はじめ県議会議長いろんな方にそのままお渡しをして、またお使いいただくこういうふうに考えております。スタンドがあれば十分できるんですけど、すみません、日本大学元副学長、副総長だな、副総長牧野富代、先日沖縄を訪ね、辺野古実現の、原爆症実現の意義を確信しました。辺野古新基地阻止に命をかけたい思いです。これは国民的戦いです。頑張りましょう。石川県のこの間もおいでになりました。石川、文章なんですが、本土政府は琉球併合の時のように沖縄人を従属させようと考えているようです。団結して負けないようにしましょう。いっぱいありました。ほとんど必須なもんですから、目が悪くなかなか余裕頭も悪いかもしれませんけど、日本国の主権者の一人として、そして大和の中で生まれ育った者として、日本政府による沖縄に対する責任と差別に強い責任を感じ、できるだけの意思表示をしたいと思います。政治学研究者、東大名誉教授の石田武さん、原爆症の実現に向けた皆さんの取り組みに心から敬意を表します。
合わせて心からの連帯の決意をお届けします。沖縄から新しい平和な日本を作っていきましょう。神戸学院大学教授石川康弘、以上たくさんありますけれども、このように皆さんの行動に対しまして賛同の意を表し、この戦いが沖縄だけの問題じゃない、将来の日本の行く末にも影響を及ぼす大変な重要な皆さんの戦いであると、このように認識をされているようであります。読み上げればもう本当に涙が出るくらい嬉しいんですけれども、どうかこの著名な皆さんも皆さんの後ろには後を押しているということをぜひお考えいただきまして、これから健康に留意されながら、阻止するまで断固として頑張ろうという決意を私も表明をいたしまして挨拶とさせていただきます。後ほど必要であればこれまた差し上げます。憲法書実現しといういわゆる皆さんに、賛同をまとめてやったものです。これは新聞紙上で読みかけたんじゃなくて、新聞紙上で読みかけると金がかかりますから、はがき、往復はがきを使って、それぞれ名前を書いて、ありがとうございます。はい、中野の新聞紙です。では、ひらめで出席と、お届けです。お願いします。珍しい日程で連日の参加となっております。後ほどご挨拶を頑張りたいと思います。今日先ほどご紹介申し上げましたように、国会議員団、4時から海上班長第10次確保本部に出向いて、本部長に直々に海での海猿たちの海上班長の暴力的介入に抗議する、予定になっております。力強い行動を待ちたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは、県議会各会派からのご挨拶をいただきたいと思います。まず社民5県ネット代表のご挨拶をいただきましょう。今日は、じゃあ中村を感じろ。社民5県ネットです。本日は中曽根悟館長、それから崎山志向県議、私3名、県議としては参加をしております。それから各市町村からも参加した関連議員多く参加がありますので、それから今日は石垣からもなんと市会議員お二人来ております。後でぜひ市町村議員の連帯の決意をそれぞれにいただければと思っています。もはや弾圧という言葉を使わざるを得ない状況だと思っております。今のこの国のあまりにも権力を上げての強行ぶり、ただ一つ前知事が行った承認を担保よりどころとして、このような今強行があるとすれば、まさに最大の国家挙げての愚策と言わざるを得ないと思います。そのことに対して民意ははっきりと示されたんです。だからこそ我々は今ここに座り、民意のまさに象徴たる一人一人として主体的に県民は行動しています。この県民の声が聞けない、そうであればそれはもはや民主国家とは呼べません。どうか皆さん、私たちは大きく一歩踏み出す、この2015年必ず成果として辺野古基地建設をやめさせ、辺野古のヘリパッドも必ず合わせてやめさせる、このことを団結の中で必ず勝ち取っていきましょう。頑張りましょう。社民5県ネットを代表して、会派幹事長中村美穂議員でございます。ありがとうございます。大変先ほど失礼としました、国会議員団赤嶺政権衆議院議員、テレア監督衆議院議員、
それぞれ昨日東京の方で海上保安庁の担当者を呼び出して厳しく厳しく抗議をしております。今日新聞に報道するところであります。なお今日ここに間に合うことができませんが、後ほどの午後の海上第11管区本部への抗議要請には参加する予定だというふうに伺っております。ぜひ引き続きの皆様の力強い連帯する行動を心からお願いするものです。本当に心からの敬意を表したいと思います。ありがとうございます。それでは県民ネット代表して続きのご挨拶をいただきます。県民ネット